ついにこの日がやってきました。デイリーボーナスコスタクルタチャレンジ、もう僕今日ここまで全部 PK 成功しているので、今日外してもガチャ券獲得することはできるんですよね。ということで行っていいですか。やりますよ、行きますよ、もう絶対当てるわ。もう本当になんか年末年始この後何のガチャ来るか知らないけど、そこでどんだけ爆死してもいい。だから今日コスタクルタを当てる、行きましょうか。さあデイリーボーナス頼むよ。まあまあまあ、ここはいいよ、ここは全然 OK、 全然 OK、 なんなら外してもいい。ここであえて外すことによってコスタクルタを取りに行くってのもありますけど、さあどうだ、決まっちゃうのね、決まっちゃうのね。ということでしっかりとクリアして、どうだ PK スポット多く進みます。いやここまでノーミス地味にすごくない。きたー、さあゴールが入って来たんちゃうの、来たねワールドワイド。いや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 、これえぐいよ。おいおい、ちょっとスクショ撮っちゃうわ。いや、来てるよ、ここに。エピックあります。なんと、この4人です。マラドーナ、コスタクルタ、ロナウド、コベル。この4人の誰が当たるのか。もう絶対当てるからな、コスタクルタ。行くぞ、マジで。やべえ、なんだこれ。高校の入試の時と同じぐらい緊張してる。行きましょう。4分の1、大丈夫。4分の1なんて今まで何度も焦ったでしょ。今までさ、イニエスタ9連続とかも出してんだから。あの奇跡思い出せよ。さあ、行きます。無料です。クリスマス。ちなみに本日撮ってるのはクリスマスイブ。サンタさんからのプレゼント。お願いします、頼む！マジお願い！頼む！さあ、どうだ？待って、これは？待って、中は、え、ちょっと待って、中緑だけど、じゃあ、ハイライト感半端ないけど、ねえ。え？しゃー！来たー！え、コストくんだねね！さあ！しゃー！これやばすぎる！来たー！えぐ！ 25% です！やりました！これが、奇跡を起こす男、ヒカツキゲームズ、ショーハ。え、来たの、え、待って、ハイライトだと思って苗リアクションしようと思ったところからの、しゃー、コナミさんクリスマスプレゼントありがとうございます。早速使おうぜ。はい、ということでですね、実はさっきガチャ引いたのが本当に11時過ぎだったんですけど、クリスマスイブだったので実家に帰って有馬記念で27万ガチして、今ですねこの撮影に挑んでおります。いやー、今日は最高のクリスマスイブになったね。コスタクルタ当てて27万勝って、いや今までで一番いいクリスマスイブかもしれない。ということでちょっとせっかくなのでコスタクルタ出会って3秒で即死をやっていきたいなと思います。で一応ですね、育成はこんな感じにしようかなって思ってますね。以前動画でですね、無料配布4選手に関して育成載せてますので、もうそれ通りって感じですね。まあ僕はですね、やっぱりセンターバックは結構揃ってるので、どっちかというとですね、今回のコスタクルタはサイドバックメインで使いたいなと思ってますので、この育成でやっていくんですけど、僕実はセンターバックも全然ありだと思ってて、無課金美課金でセンターバックの B 固定少ないんだよって方はぜひこの育成でセンターバックなんかも使ってみてください。いや結構これもいいよね。まあ、ちょっと守備意識もったいないんですけど、15振っていただければディフェンスセンス95まで乗せることができて、スピード85のフィジコン88、これで B 固定で両サイドバックもできるって考えたらめちゃめちゃ熱いですよね。まあメインセンターバックで、この育成でもサイドバックでも使えるとは思ってますので、まあ、守備重視でセンターバックでも使うよって方はぜひこの育成も試してみてください。ということでじゃあいいですか、ちょっとまだ育成してないので早速いっちゃってる。いやまさかこんな日が来るとはね。もう沼引きのヒカックって呼ばれ続けて、もう全然目玉引けなくて有名でしたけど、ここで引けたら全然いいよね。ナイス、オッケー。じゃあ僕はですねサイドバック用なので10、12、5、12、これでいきましょう。さあいっちゃうよ、入るよ、コスタクルタが来るよ。はい、タレントデザイン完了して、いや僕ですねこの酒井さんの代わりに入れようかなと実は思ってまして、まあもうこれは変わっちゃうかな、さすがに。まあ代わりで一旦入れつつ、ちょ先発でいっちゃいますか。いややばくね、コスタクルタ、エジミューソン、富安、アラウホ、もうこれ失点するわけがね。試合行こうぜ。はい、マッチングしました、お願いします。来たコスタクルタ絶好調。いや本当はね、まあ右利きだし右で使いたいところもあるんですけど、逆足最高っすからね。もうちょっとアラウホ右で使いたいこと考えて今回は左で使わせていただきました。いやマジででもコスタクルタめちゃめちゃ嬉しいな。
最近ですね、まあ週1ぐらいのペースですけど試合動画も上げ始めてますので、ぜひぜひそのあたりもチェックしてみてください。さあ行きましょう。さあコスタクルタいきなり来るよ。はい、コスタクルタがいきなり持っていく。いいパス、素晴らしいパス。コスタクルタにしか出せないパスだったね今のね、とかいう意味わかんないことを言いながら、さあここ集中、まずは集中、試合に勝つことも大事だからね。コスタクルでもさあ、なんか守備的な選手の使用感みたいな確かめるのって結構難しいよな。さあカントナここ流して、ここでカントナが、カントナ、イエーイ、オッケー、カントナ強い。正直カントナめっちゃ使ってる、めちゃめちゃ使いやすい。今のも綺麗なゴールでしたね。オッケーオッケー。さあここサイド、いいね。コスタクルタも攻撃参加していくと、お、いっちゃおうか。あー取られた、取られたけど取り返す、いい、素晴らしい、来た、押し取る、うおコスタクルタからナイスパス、コスタクルタからナイスパス、えぐい。ダブルタッチから打って、ダブルタッチから打って、ダブルタッチから打って、いやなんで入んないの、待ってね、アシストつけそうだったじゃんねえ。ちょっと今の外すのはカントナ聞いてない。コスタクルタクソいいパス出したな今、うわマジで、なんで外した、ダブルタッチまでスキル追加したのに。ちょっとそれは決めとカントナ、いやてかさっきの決めないとあかんでしょどう考えても。え、めちゃくちゃ、でも1点ものだよねあれね、まだ納得いかない。え、だってコスタクルタめちゃめちゃいいプレーしてくれたからさ、ちょっとアシストつけたかったの。まあまあまあいいでしょうと。さあビルツ入れてこれで後半いきましょう。守備の決定的なピンチとかはないですけど、そつなくこなしてますねしっかりね。でもそつなくこなしてくれって大事ですから、普通に大事。うん、あこれ来そう、これ来そう、コスタクルタ取れる、いやいやナイス、普通に強い、普通にちゃんと奪うね。スピードもあるからちゃんと坂に追いついて取るって感じだったね。さあいいんじゃない、まあ結局コスタクルタのメイン仕様ですから。これ来た来た、待ってルンメ、これ取るよ、絶対取るよ、絶対取るよ、リベリーなあ、もう最後まで攻撃は沼だけど、あのねマジ言っていい、めっちゃいい、え、これ持ってるとかじゃなくてマジでめっちゃいい、安定してた。実はですね、ちょっと今シーズン試合少なめで、まだレート1700ぐらいなんですよね。なんとか1800しっかり捉えていきたいところですね。まあそれもおそらくコスタクルタがしっかりカバーしてやってくれると思うので、もう一試合行こうよ行こうよ。アイマッチングしましょう。いいね、コスタクルタコーチを、熱すぎる。え、普通に激熱だな。だって B 固定ってさ、普通に調子不調以下にならないんだよ。もう常にガチスカで使えるんだよ。え、これ無料はおかしいってコナミさん。え、絶対もう、僕手に入れたんで、もう大丈夫ですよ。もう変えてもいいかもしんない、プレゼントの内容。ね、試合内容よりもコスタクルタのなんか趣味のシーンとか見たい。けど、わざわざそういう別にね、やってもあれだしね、難しいね。趣味の選手のメイン仕様というか、スポット当ててやっていくの結構大変だわ。いやこれやばい、ちょっとやばい、次で危ない、こっちリベリーないっすよ、ここカントナ、こっちに出してもう一回カントナから、ここ空いてる、フォーデンナイス、これ前入れる、前入れる、で中、いやーちょっと惜しいね。いや逆サイドから攻めてよ、攻めて逆サイドから攻めて。ちょっと待って、ネイマールさ相手使ってきてんじゃん。あやばい、これ、あこれやばい、いやうまっ、うまそれえ、そっちのサイドは無理で、だってコスタクルタいないもん。いややばくね、コスタクルタ、エジミューソン、トミアス、アラウホ、もうこれ失点するわけがねえ。こっち、いやー今惜しい惜しい、めっちゃいいめっちゃいい、ネイマールと対峙させたいなー。これ右にやる、ワンチャン右にやろうかな、あやばいそれ、うわマジか、ちょっとそれはえぐいなちょっとそれは無理だな。いややばくね、コスタクルタ、エジミューソン、トミアス、アラウホ、もうこれ失点するわけがねえ。ナイス、ダブター、打っていく、うーんさすがに、さすがに体勢ゴミ体勢はゴミすぎた。来た、カントラ、よし、オッケー、完璧、オッケー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 。心の炎が消えなければ何点さらって逆転できる、そんなとこ見せたい。いくよいくよ、カントナマジいい動き、素晴らしい。いやコスタクルタは今のところ割といいんですが、ちょっと攻撃のところだな。うわーでもカントナ変えたくないな。そしたらカカちょっとスパサブ持ちなんで入れて、そうね、サビオラも入れちゃうか。サビオラもスパサブなんで、このスパサブ2人投入します。さあ行きましょう、後半よろしくお願いいたします。絶対勝つ絶対勝つ絶対勝つからの、ナイスいける、いやえぐい、それは危ねえ。はい、いい、カカカカしっかりターンして前、
カントナー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 、よっしゃー、見たかこれ、これがカントナじゃ、いやオッケー。さあ素晴らしい素晴らしいカントナ、ダブルタッチでスペース作って決め切る、これよこれよカントナ、最高、愛してる。ちょっと待って、これ以上やりすぎると喉マジで壊しそうだから、ちょっと叫ぶのやめます、ごめんなさい。大丈夫、あえて右切ってさ、右切ってコスタクリだと勝負したいんだよな。来た、こういく、こう勝負、いやー神、えぐくない、見た今、はい久保止めますと、余裕で止めてた、余裕で止めてた、来たーカウンター、中入れる、これ中入れる、カウントダー決めよう、いやー惜しい惜しい、めっちゃいい、いや素晴らしいね、マジでコスタクリだ、完璧です、本当に完璧。こっちタンクで、タンクでこれダブだ、はい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 、ハットルック、はいハットルック、勝った、シャーシャー、待って、あまりの自分のなんか、あの何、あのうまさっては言わないけど、自分がなんかあのうまくいきすぎて、あのちょっと逆に黙っちゃった、わかる、あの本当に人が感動した時喋れなくなるみたいな、そういう理論あるじゃん、うますぎ、待って、来た、カウントな、来たわ、さあ4点目取れるか、4点目取れるか、はいここ来たんじゃね、はい来た、シャーデスターシャーデスターシャーデスターシャーオッケー。さあカントナ3ゴール1アシスト、完璧です、はい、コスタクルタから全てが生まれた、コスタクル、鉄壁のコスタクルタがいたからこそこんな逆転劇が生まれた、今週加入したこのコスタクルタとカントナの2人がこんな活躍してくれると思わなかったな、やばい、それは終わった、あ終わったね、それはね、あ終わってないね、終わってないね、大丈夫だね、あそれはうまいね、うますぎた原爆記念博物館それはさすがに記念博物館レベルだわ、やられた、やばい、ちょっと待って、鉄壁要塞気づく前にやられてる可能性もある、オッケー、来た、最後のお仕事、コスタクルタ、はい神、ガチ強え、ガチで強え、今の見た、本当に今のはえぐいっしょ、えこれ、え待って、ちょっとガチで証明する、本当に2試合目だよってことを証明したい、うん、いやーこれはね、コスタクルタ普通にいいんじゃない、選評価どう、え、なんとも言えねえ、はい見てください、本当に2試合やばくない、いやちょっとマジで強え、本当に強いですこの選手、最後の大ピンチも止めてくれて間違いなく勝利に貢献してくれました、はい、ということで今イウッドボール、まあ今っていうかね、ちゃんとデイリーボーナスやればこの選手、まあ今じゃなくても確実にどこかでは無料で手に入りますので、もう皆さん毎日のログイン忘れないでください、僕が使っても強い、それ間違いないから信じてついてきてください、行こうよ、ということで本日も動画見てくれてありがとうございました、選手クイズ忘れた、ごめん。